今日も何も出てこない今日も何も出てこないそんな感じでお送りしますジーンやっはろみなさんこんにちはみやびんでーすいやー多分ねもうここなんか最近暑いじゃん今日も34度ぐらいだからだから出てこないのかなって思うよそうであれはい今日はねえっと YouTube でお金を…ほらこれねタイトルね飛んじゃうんだよね暑いからかな YouTube お金のためにやってないからだと思いますお願いしますそうでしたおそうでしたおそうでしたまあそうなんですけど、うん、まあ昨日かな、うん、夜10時頃になんか、うん マックスさんが<う>あマックス村井さんじゃないですよ <laughs> 松浦さんがエイベックス会長の突然緊急配信を<う>まあやって、うん、たんですが、はい、まあちょっとねライブ配信で燃えるようなことをしてしまって、うん、それがなんか切り取られて、うん、まあ炎上して、うん、でそれがまた週刊誌とか。うん なんか朝日新聞まで取り上げちゃったらしくてあの人も僕と性格一緒なのでぶち切れて口を向いてるよねっら「さよなら!」って言って配信が始まって最初ね「トイプ来ました!」って言ってねまたターちゃんっていうねトイボブかな世界に12人しかブリーダーいないんですよで今日本にあの1匹だけだったらしくてトイボブっていうちっちゃい猫ねそれに続いて イプも買ってなんで急に「メンバーに示した!」って言ってね「なんだそのネタで終わんのか?」と思ったらブチ切り始めてまあその時にねまあ松浦さんもまあ半端ない金何百億って金持ってて別に YouTube で食ってるわけでも YouTube で金が稼ぎたいわけでもなく YouTube やってるんですよ。それを言ってたんですよ。俺別ににやなくていいのさ 女もグダ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 グだ文句言われるんだったら「もうやめろぞ!」とかつでって好き、うん、でまあ同説で2万人ぐらい来てたのかな、うん、一僕が入った時は1万2,000ぐらいあったけど、うん、まあその人たちがね滝のようなチャットで「やめないでください!」ってやってたけど <laughs> それ見ててあうちも一緒だなーと思ったんで、うん、言っとこうかなっていうのがあって、うん、まあほんとあのうちのチャンネル、うん、まあ っていうか僕の性格が松浦さんと一緒なので、うん、ま向こうの方が先輩ですけど何年か、うん、まあね業界も一緒だし、うん、だから向こうも CEO で俺も CEO なんで、うん、そこは一緒なんですけど、うん、まあなんだろうね、うん、うちのチャンネルは本当にこのチャンネルで食っていこうとか、うん、あの生計を立てようとか、うん、でやってるわけじゃないので、うん。 だからなんか他のユーチューバーさんとかとね、うん、同じ感じで見られるのもめんどくさいし、うん、嫌なんですよ。うんまあそうね、うん、別に再生回数100でもやるんで、うん、だって100人が見てくれてるんだよ、うんそれ。そこら辺のね感覚麻痺してる人多いと思うんだけど。ライブハウス生まれよリアル世界で だからもうこれね俺は多分ねやっぱバンドの下積み時代自分も経験してるし、うん、まあバンドの子たちあと地下アイドルの子たち、うん、50人呼ぶのも大変だぜ超大変だったよ昔だからね100再生ってすごいんすよ100人が見てくれてるって、うん、数字だからわかんないだけであってね それが「何だよ5,000かよ」とか「何だよ1万再生かよ」とか言ってるマインドが今でも1年やっいまだに今回る時は5,000とか回る動画ありますけどすげえって思うだけで別に語りがほんと200とかしか回んなくても 2>,、うん、あの2本目ですね今これやってるやつ、うん。うん いや200人も見てくれてるよって、うん、200人入れる箱って結構限られるんですよ、うん、箱ってあのライブハウスとかね、うん、その景色を体験したことがみんなならないと思うから、うん、リアルでねだからだろうねあ別に再生が50でもやりますようちは、うん、そこでもうこれしかないからこの動画削除とか <laughs> もうこのネタはやんないとかはないので、うん、全然違うのでスタンスが。うん 再生数が多くしたいからやってるチャンネルじゃないのでだからなんかねその辺勘違いされちゃうことが多くてで別に何かをするっていうか、まあ、するためって言ったらまあちょっと動画の順番誰が決めるかって僕が決めてんですけど誰が決めるかわかんないんでよくわかんねえな俺が決めてんだね <laughs> 俺の気分で動画の順番変えるんでわかんないですけどあのー、ね まあミュージシャンとしていい音で聴いてほしいからじゃあポータブルオーディオ業界を盛り上げるしかもう解決策ないねと思ってやってるだけなのでそれが目的なのでオーディオ扱ってる理由はね、うん、だから別にぐだ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 文句言われるんだったら、まあ、前みたいにキャンプチャンネルに変えてもいいし <laughs> <laughs> ま,あまたね車を改造してって DIY。 車中泊旅をみやびと2人で「今日はここ来てまーす」とか「今日はここ来てまーす」って全然いきなりそんなチャンネルになっちゃってもいいんですよ別に笑えるんだけどやりたいことやるだけなんようちは、うん、で多分松浦さんもねやりたいことを自分が面白いって思ったことだけやるって感じでやってるので、うん、YouTube をんかまあまあでもあの人の方がすごいと思うよ俺上場企業の社長じゃないもん 社長つか会長ですけど上場企業の最高経営責任者じゃないもん俺上場企業って大変なんですよ発言1個で株価が変動したりいろんなことがいろんな決まりがあるの上場企業ってそうなんだその発言でわざと株価下げたんじゃないかとかねもちろん上場企業って超面倒くさいんですよそれなのに松浦さんは生配信で「うるせえとか「関係ねえとかでイギネス諸法さんとかに電話しちゃったりとか アッコさんに電話して,て,て、えー、俺も諏訪さんの息子にうごって言うんですけどじゃあ俺も今度生配信でうごに電話します。から <laughs> <laughs> まあね松浦さんがうごの親の諏訪さんに電話するんだったらじゃあ俺息子のうごかなっていう <laughs> 流れが省吾はねあのバーニング音楽出版の多分社長をやってると思いますが、うん、最近調べてないんで分かんないですけど、うん、もう会社変わってるかもしれないですけど多分そのままだと思うんで。 まあうちのチームでね走ってたことがあるのでしょうが、うん、だからまあね多分松浦さんの方が俺より周りからギャー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 ,ギャー毎日怒られてると思うよね上場企業のトップだから、うん、それがもう好き勝手「うん、なんキャラ!」とかつってやってるから、うん、<laughs> すげえなかっこいいよね まあでも俺も上場企業の社長にはならないけど面倒くさいから、うん、まあなったとしてもあのままだと思う、うん俺も、うん、だったらすべりゃいいじゃんイメージできるもだったらこの会社売っちまえよとか言い出すから、うん、俺で周りが「あいやあっ!」てなっちゃうんですよ面倒、うん、くせえよってなるからね全部ねだからまあほんとなんだろうまあ多くの方たちは 生活のためとか生きていくためとかで YouTube やってて、うん、それを別に否定はしないしバカにもしてません。うん、それはそれでいいと思います。うん、で、まあね前の動画で案件とかステマについて、まあそれはレビューに限って言ってますけど、わかりやすい例で、あのトップ YouTuber の活人たちの例もね、一応ピー入れまピーっていうかチーン入れましたけど、うん、あのまあなんだろう。みんなが幸せになる隠し事や嘘だったら。うん ありだとは思うので、うん、レビュー以外のエンターテイメント系のトップユーチューバーっていうんですか、うん、レビューじゃなくて、うん、まあそれがステマだろうが案件だろうが、まあ、それを見た人たちが笑顔になれるならありだと思うし、うん、例えばなんだろうあのこの店食ったらうまかったっていう動画でみんながそこ殺到して、うん、本当にうまければみんなが幸せになんかいいけど、うん、ただそれが。 なんだろう化粧品とかよく分かんないけど製品とかで、うん、まあ捨てマすることで,、うん、でそれが悪い製品で、うん、まあみんなが嫌な思いをしたっていうのはダメだと思うただ今の時代ってテンチムがそうだけど結局すぐバレるじゃないですか。うん、でテンチム大炎上して、まあ、返さなくていい立場なのに、うん、まあ企業が入ってるからさ、うん、だからそれでもテンチム自分で何億も返したじゃないですか、うん、そういうことになるので。 まあ、まあだからこそ案件とかが巧妙になってるんだけど、うん、そうならないように、うん、だからまあいろいろ考え方があっていいと思うし、うん、別に YouTube でなんだろう有名になってバズって何千万も、うん、まあガーシーもそうだけど一瞬でね数千万っていう初月からお金が入ってきてるわけだから、うん、夢あっていいから、うん、やっぱ夢があるところを若い人たちは目子供たちは目指すから。うん YouTuber になりたいって言って、うん、YouTuber で頑張ればリッチな生活ができるんだみたいなのは必要だと思うんだ、うん、だってこれがね大谷君が年俸1,000万だったら野球選手っていうか大リーグ目指す人いなくなっちゃうし、うん、やっぱあんだけ活躍してまあなんつうの,あの、まあ、大谷君は若くしていっちゃったから、うん、あの大リーグの規則で高い年俸もらえないけど、うん、それがもう終わるので。うん したら突然彼のの年報っってていうのはズドンって上がるる<ー>夢あるじゃんだから別に YouTube で大成功してもう何十億持ってますとか会社いっぱい持って何百億持ってますとかっていうのは全然ありだと思うんでそれは素晴らしいことなんでいいんですけどただまあレビューに関して言えばまあなるべく正しく伝えてほしいかなってまあ話半分で聞くっていうのはうちのチャンネル含めて。 視聴者の皆さんは基本です、うん、もうレビューっていうのは基本話半分で聞いて、うん、いろんなレビューを見て最終的にそれを全部分析して判断して、うん、もう僕もいまだに何だろう買いたいものがある時は別に俺その分野のプロじゃないからもうあらゆる情報を取りに行ってで褒めてる人普通な人 だっってて言る人全部見てでああこうかなって言って買うか買わないか決めてるのでまあそれと同じことをすればいいと思うのでまあそんな感じでねちょうど松浦さんが昨日切れてたからおもろいちょっと見たかったなのでねニキティスと見てたんだけどニキティスとって俺一緒にいないっ会ったことないけどちょうどああののちょうどネットで話してて。 あ、マックスが始めるよとかあ、俺も見ますとかって途中でニキサー飽きてやめてたけど事情わかんないから「えなんで切れてんすか?」何があったんすか?」って教えてあげて「こんなことあったんだよ」とってやってたんだけどまあ僕も言っとこうかなって昨日見てそれで今語ってるんですけどまあほんとうちはあのなんだろう話戻りますけどほんと50生でもほんと話戻るけど。 苦労知っててるから、うん、宮火含めて、うん、あの、ね、俳優女優でも一緒です、うん、小劇場で舞台をやってる人たち、うん、50人集めるのも大変なんですよ、うん、お客さんを、うん、そのためにあの手この手で集客して自分たちの芝居、うん、舞台を見てもらおうとやってる人たちだらけなので。うん だからやっぱね50再生っていうのは50人が見てる50人を舞台に呼んでいる来てもらってるっていうのと一緒なので、うんうん、もうねリアル世界でね50人に来てもらうっていうのは本当に大変なので、うん、そのありがたみっていうか大事さその数字のでかさって一生変わんないでしょ俺は別にうちのチャンネルが10万再生されるようになっても。 この50再生とか30再生のありがたみを忘れたら僕はもうこのチャンネルやめるので、うん、ほんとねもう今でもね1日2本足して1,000から2,000再生されてるけど、うん、毎日1,000から2,000の箱を埋めるってリアルだったらもうあなたトップアイドルですからね、うん、だって毎日埋めるんだよやばいそ2 0 0 0人キャパのところ。うん だからねそれは本当にすごいこととだもう100万再生とか何十万再生されてる人たちはもうすげえなっていうかもうなんか異次元の世界だなと思って俺は見てるので、うん、だって何十万人集められる場所って日本ないから、うん、だからね僕はリアルのそれは絶対に忘れずにバーチャルはやろうっていう主義でもうずっとまあ IT とかもね推進してきた側なのでもうずっと。 だからデジタル含めてだからこそそういうリアルの大切さは忘れたくないし伝えたいのでまあこんな動画を撮ってみました。はいというわけでまあね集客の苦労言ってあげてください。君経験者だだかかららついこの間までやってたんだからというわけで私はどなします いやでも本当にね50人集めるだけでもね超苦労すするんですよ1ヶ月前からとかだったらさちゃんと毎回ライブいっぱいやってさはしごしてさ朝から晩までさぶっ倒れそうなぐらいまでさ歌って踊ってさ全力でやったりとかしてさ舞台とかでもさなんかもう、ね、いっぱい稽古した分やっぱ見てもらいたいしそれが生きがいでもあるし。 もうそのためにやってるようなもんだからみんなに見て感動してもらいたいとかそういうためにやってたからさ舞台って。でこれほにね集めるのマジで大変なんですよマジで。あ,のなんだっけあとあのチケットセールとかね舞台とかはあるからそのチケットで例えばじゃあこっちで入ってくるバッグも違うとかあるしそのお金面無効くもねもちろんあるけど何よりも見てもらわないか見ていざ本番で見てもらってる人がこの会場の。 半分以下だったら、もうやっぱこっちはモチベーション上げるの大変だし、超悲しくなってくるんですよ。ああ、まだまだだな、とかなってくるから、マインド値がどん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 ね、下げちゃって、下がっちゃったりとかしてね、それをね、こう上げたりとか、こうキープするのとかもね、いろいろメンタル面も返ってくるからね、本当に50人ってすごいんだよ、みんな <laughs> 本当にもう、50人埋まるだけで、 あの何だろう景色がね変わるんですよで100人200人で1,000人なんてもうとんでもないからね会場だったらそれをいろいろ見てきた中で私もやっぱそこは分かってくる分かってるので本当にねその今の再生回数で周りからしたらねなんかもうやっぱ漫画普通だと思ってるから弱いとか言うかもしれないけどそうじゃないんですよ弱くないんですよ。人使うだけでやっぱねそのの分うちらの迷宮力 どうこうこじゃないけどなんか発言とかもやっぱもちろん責任感持つしなんかどんどんね意識も変わってくるからあれらしいなんかなんだろうね本当にすごいんだよねもうそれしかないんですよ本当にだからなんか私は夫の素人だし今まだ成長途中だし勉強途中だけどちゃんとなんかこの責任持ってやろうと思うしだって1,000人の人にさプレゼンとかさしてると思ってみ皆さんその会社員だったら。 それがどんだけさ緊張とかすごいとかさ分かってくると思うしやっぱ皆さんねそのイメージができてないからその弱いとか足りてないとか思うかもしれないけどそんなことないんですよみんながねどれだけのものかっていうのイメージをまずしてほうして世のこの再生返すとかねじゃあうんぬ、うん言うなったら見た方がいいと思うそしたらねあ,あ緊張するな怖いなって思うしだん慣れてくればねもっとパフォーマンス力も上がってくるしっていういろいろねこの なんか変わってくる状況がっていうのが分かってくるからどんなこともなんかみんな自分に置き換えてやった方見た方がとかやった方が私はねすごくねいいと思いますそっちの方がねなんかなんだろう優秀だと思う <laughs> だし自分のためにもなると思うこうやって見る側でもなんかイメージ力一つで変わってくると思うし、うん、って感じです。 私語るとね汗かいちゃうんですよ <laughs> 今すよ今げー汗かいてきた <laughs> でも本当になん,かなんかなんだろうなあのレビューとかって簡単じゃないなってのは常々思いました特にどん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 こうやって100からこうやって200300って上がってって今じゃ10002000とかなっていくとやっぱりなんだろう言葉は簡単じゃないし深さも重みも全変わってくるからいちょっと。 ミスしただけで大きな影響力は持っちゃうと思うし、っていう責任感は絶対的にあると思うから。うん、本当に簡単じゃないんだなって思います。素人ながら思ってます。だから、こうやってどん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 、ちゃんと私はイメージを持って、もうひもじいのも発言通りだけど、あのー、常々ね、そのキャパの感謝の気持ちも込めてやっていきたいなって思ってます。ああ、語った、語った。 熱いいかからもううやめようかなこの辺で <laughs> はいまあ、そんな感じで皆さんイメージをね自分に置き換えてみたらいいんじゃないかなって思います。今日もありがとうございました。えー、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。